おいすこんにちは、アメリです。ということで、今回今、ナオさんとね、一緒にマルチやってるんですけど、オシリスがバカ強いって。オシリスがバカ強すぎて、ちょっと面白かったんで動画にしました。これね、ちょっと許可もらえるかな。動画にしてよかったら、これ動画にしますけど。めっちゃ強いんだよね、とりあえず。意味わかんないぐらい強いんだけど、ゴエモンね。OK、8割切るわ、これで。いやーめっちゃいいなぁ。ね。普通に多分、全然貯めれるからね。多分削り切れはしないかもしんないし。あー、削り。結構削ってしまったな。なんだかんだちょうどいい調整になってしまった。普通に調整してしまったで、これ回復力がやばいんですよ。オメガの回復力高すぎて、もう全回復余裕っていう。おかしいやろ、11万回復って耐久強すぎでしょ。やばいな、これ。しかもさ、ドラクリスト吸収されるから全然耐久できる。これで倒してもらおう。発狂もらおうとしてんな。放送見ながらやってるんですけど、発狂もらおうとしてるぞ。この人発狂なんぼだっけ。死んだらおもろいな、逆に。ここで逆に死んだらおもろいな。やば、先制攻撃ないんだっけ。次は先制攻撃、次来ないんだっけ。カグツシとかか。あ、オッケー、カグツシだ。本当に追加攻撃あるし、これ余裕だね。全然余裕。かゆいとか言ってるからな、先制くん。発狂がかゆい言ってるからな、ナオさん。やばいわ、遊んでるわ、完全に遊んでるわ。サイコパスだ。ナイス。いや、これはこれでおもろいな、放送見ながら動画撮るっていうの。40万回復はエグすぎでしょ。橋姫のごとく。橋姫ってさ、普通の火力でぶっ飛ばせない？こいつの発狂ってダメかな。やばいやばい。でも8割切ってないから、橋姫ワンパンは、どうなんだろう。もう一撃もらったら、ワンチャン。いや、いけるかな。やばいやばいやばい。全然いけた。全然いけた。全然いけたわ。バカ強いんだけど。やーば。まあ、マルチだからさ、オメガがいるからっていうのもあるけど、やっぱりそれでもオシリスの性能が強すぎてやばい。とにかくやばい。エンハンス打っていく。こっちエンハンスないからね。確か。エンハンスは積んでこなかったはずなので、ちょっとオメガのエンハンス頼りなんだよね。で、ここ回復しちゃうから、あれなんだけど。オッケーオッケーオッケー。あ、ヘラナイス。ヘラナイス。
いや、ナイス。どうしようかな。これ、非分割しなきゃだな。まあ、こんなもんか。こんなもんか。これで、なんだっけ？バインドだっけ？バインドには弱い。仕方ない、それは。おでドラで回復して。ただ、どうやって自称するかっていう話。あ、卵焼きがある、卵焼き。卵焼きで倒そう。これで普通に倒せるんじゃね？回復ってこんでええで。あ、余裕やわ。全然余裕やった。全然余裕やった。カスカスやって、アメタトロン。ほんま豆腐並み、全部豆腐だわ。いやー、これゼラで決めてーな。ゼラで決めて、多分うん、ああ、ありがとうございます。トイちゃん突進、あざっす。上書きしたろ。余裕すぎる。全然余裕すぎる、マジで。ゼラなんぼ出た？3億、3億出たゼラ。やばすぎない？えぐいな。マジ強かった。ありがとうございます。マルチだからっていうのもあるけど、めちゃくちゃ強かった。いやー、ありがとうございました。ということで、バイバイ。